スイスで行われるヴェルビエ音楽祭。庄司沙耶香、もう一つの舞台はピアノを伴奏にしたリサイタル。庄司自身が5曲を選んでプログラムを作った。いずれもバイオリンとピアノの対話だった。I'm not sure. Let me see. No, it's just the first time it appears. In terms of also the rhythm. Yeah, all the rhythms. It's not this kind of beginning for me, you know. So yeah. I feel in this tempo, but is it in four? In four. Yeah, it is in four. You're right, it is in four. Back to the tempo was. Afterwards also I had to keep the concertino. パリから何度も重ねてきたリハーサル。だが本番を目前にして課題が残る。ホテルに帰った庄司は楽譜を丹念に読み直した。同業者でも読めないと汚くて。覗き込んだ譜面にはいくつもの細かな書き込み。フォームとしてはソナタ形式なので、どこで中間、あの日本語でなんて言うんだろう、ドゥフューグンって言うんだろうけど、中間部が来てどこで再現部になるかっていうこととか、あとはフレーズの取り方とかですね、こういう格好でしてるの。あと数字は全部指使いとかですし、今表現できる何か色彩感とか、あのファンタジーとかイマジネーションを伝えられたらいいなと思って、こうプログラムにしました。音符に託された思いをすくい上げ、自分という存在を通してメロディーに表現すること。息抜きは読書だった。三島由紀夫の金閣寺。今ここすごく面白いのがあって、これ別にカメラ用じゃないけど、西洋の考え方は輝きっていろいろな装飾だとかなんだけれど、ここでやはり日本の本当の美しさっていうのが、完全な音楽でいうと静止、完全な無音であったっていう、だからそこがすごく。ある時期はドストエフスキーを愛読していたという。文学もまた演奏の肥やしになる。本番前最後のリハーサル。テクニックを称賛されることに興味はない。楽譜に刻まれた音楽そのものになりきらなければ。目指すのは聴く者の心を揺さぶる音楽だ。製造、出荷、店頭、全てのプロセスで鮮度を最優先するビールがある。辛口、真に革新的なうまさだけが時代を作る。アサヒスーパードライ。その一瞬のうまいのために、飲み口の形 0.1 ミリにこだわった。辛口、真に革新的なうまさだけが時代を作る。アサヒスーパードライ。可愛いだけの人じゃつまらない。尖ってみないか。もっと可愛いだけじゃね、車だって同じ。ニューターゲット、ニューデミオ、ファスター。It's true.
妻の寝顔まで変わった。把握しちゃった。広さの質が違う。ドライバーズ MPV 地デジナビスペシャル登場。その日、会場には早くから長蛇の列ができていた。庄司沙耶香のリサイタルはベルビー音楽祭の目玉の一つだ。彼女は心持ち緊張した表情で楽屋から現れた。多くのファンが庄司の成長を楽しみにしている。今日はどんな演奏を聴かせてくれるのか。すごくやっぱり近い存在になるので、どちらかというとほとんど私の分身みたいな。1時間20分に及ぶステージはスタンディングオベーションで幕を閉じた。音楽は私の言葉、語り尽くした後の笑顔は爽やかだった。C'était un programme magnifique, c'était beaucoup de talent, beaucoup de sensibilité. Scoshi arukeba, yudai na Alps no nagame. Zekkei o mae ni atama ni omoi ukabu koto o touta. Kannai na, Strauss no sonata to ka.答えはいつも音楽だ。ドーンタタタタタンタタタンタ